はいどうも哲学徒です、今回もディアブロイモータルやりながら、雑談の方していきたいなと思います、そうですね、まずは装備品の方から引いていこうかなと思うんですけども今日はねちょっとイモータルの雑談会ではありますけどディアブロ3のね、チャレンジリフトの動画、毎週私、火曜日にね、火曜日の7時に更新されるので、まあその後なるべく早めに撮ろうとは思っているんですが、まあ最近ちょっと朝、まあ7時かなに更新がかかるんですけど、まあちょっと朝一で動画撮る時間がない時なんかは、少しね、午前中の仕事が終わってからね、まあ動画投稿するような感じになってるので、まあなるべく火曜のうちに出そうとは思っているんですが、やっぱりね、ちょっとこう、まあ、最近私も、まあ、ちょっと朝ね、なかなか早く起きれないという感じではありますので、まあ、そこはご容赦いただけたらと思うんですけど、まあ、今週そうですね、特にチャレンジリストの380に関してなんですけど、割とこう、ちょっと、なんていうかな、難易度が高めだったという印象を持った方が多いみたいで、まあ、結構ね、ご質問とかもたくさんいただいたような、感じなんですけど、まあ、チャレンジリフトね、やっぱり、難しい回と、簡単な回っていうのはやっぱあったりとかするし、まあ、なんていうのかな、その人が、まあ、使ったことのないビルドとかだと割とね、まあ、勘がね、つかめなくて大変だったりとか、まあ、そういうところもあるんで、なんていうのかな、人によって難しい、簡単っていうのはあるかなっていうところはあるし、まあ、週によってやっぱちょっと難しい週があるんで、まあ、そういう時はね、まあ、なんていうか、少し歯応えがあっていいなぐらいの感じで、まあ、多分、ずっと昔からやってる人にとってはさ、お、これぐらい歯応えあるといいなぐらいの感じになるので、いいんだけど、まあ、基本的には私、そうですね、ここ4年ぐらいか、毎週、まあ、ディアブロ3のチャレンジリフトってやってるんですけど、基本的にクリアできなかった回って一度もないので、なのでね、基本的なビルドのね、なんていうか、組み立てがどうなってるのかとか、あとね、結構多分今週のやつが特にな、難易度が高い理由としてですね、ある程度こう、マップ内のギミック、とか、まあそういうのをちゃんと理解してないといけないっていうような、少しこう、なんていうのかな、パズル的な要素があるね、リフトが設定されてるときたまにあるんで、まあそういうところとき、ちょっとね、大変かなという感じはしますね。まあ最近のリフトをちょっとね、イシリアルが入ってる、リフトの、なんていうのか、復刻版みたいなやつが出てきてたりとかしててですね、まあ最近、なんだろうな、380とはなってるけど、実際に380週、毎週さ、全く違うやつが来てるのかっていうと、そういうこともなくてですね、まあ最近は、過去のものの復刻、過去に行ったチャレンジリフトの、復刻版が出てきてることとかもあったりとかするんで、もう私が単純に見つけられてないだけで、多分ここら辺、300超えて、っていうかまあ、シーズン30超えたあたりからね、基本的には過去シーズンの、チャレンジリフトを、まあ、復刻して持ってきてるような感じになってますので、なのでね、まあ、過去動画見ていただくと結構ね、実は、被りがあったりとかするところもあるんで、まあ、なんだろうな、まあ、ただ毎週やっぱり、更新してくれてるっていうだけで嬉しいよね。たまにちょいちょいこう、なんていうのかな。PC 版にはちゃんと、更新が反映されたんだけど、まあ、そうじゃない時に、更新が反映されない時とかあったりとかするんでね。まあ、そういうところはありますけど。そうね。まあ、過去にそのバグでそもそも、装備がついてない状態のね、ビルドとか、まあ、そういうのもあったりとかしたんですけど、まあ、その場合はね、結構ゴリ押しでやらなきゃいけないんで、まあ、マップの中にどんな敵がいるのかっていうのもいちいち覚えて、もう最短経路でやって、残り何秒とかさ、そういう感じでクリアした記憶があるんですけど、まあ、そういう場合でない限りは基本的には、問題なくクリアできるかなと思いますので、今回に関しては特にバグがあるわけではなく、単純に、なんていうのかな、
スキルの回し方がね、慣れてないとちょっと大変というところがあってですね。まあ、ネクロマンサーのね、リフトなんですけど、まあ、ちょっとね、そのメッサーシュミットのリーバーという、まあ、なんていうかな、ディアブロ3ではさ、結構そのクールダウン時間が長いんだけど、まあ、効果が強力なスキルとかの、クールダウンを回す方法というのはいろいろあってですね。まあ、一つが、オブシディアンリングとかを使って、まあ、なんていうのかな、クールダウンを上げていくっていう方法と、もう一つ、メッシャーシュミットのリーバーって敵を倒すと、なんか敵を即死させると、クールダウンが回復みたいに書いてあるんだけど、別に、一発で倒さなくてもね、効果発動してくれるようなものになってきますので、なのでね、敵をちゃんと倒していって、なんていうのかな、死者の大地かなの、クールダウンっていうのをちゃんと回してあげるっていうのが割とね、今回のリフトは肝になってたような感じですので、なのでね、まあ割とそのそういったまあどの部分がね、難しいっていうのはまあ毎回違うんだけど、まあ一つそのクリアできないリフトがあった時に考えてほしいことってっていうのは、まあ、二つあってですね。まあ、まず一つは、そもそもその、リフトさ、絶対にクリアしなきゃいけないのかっていうところをまず考えて、欲しいと思うんですよね。まあ、チャレンジリフトの箱って、まあ、シーズンのね、初週とかだとクリアできないとちょっときついなという感じはするんですけども、まあ、それ以降に関しては私はなんかあくまでもこう、ディアブロ3に、初心者の方がディアブロ3を、に、馴染むためのコンテンツとしてね、チャレンジリフトの動画を上げてるっていうところがあるので、だからね、もうどうしてもクリアできなかったら諦めるっていうのも一つの選択肢だよっていうのはまず、覚えておいてほしいなと思います。なんかついついこうディアブロプレイヤーってこう負けず嫌いの人が多いのかさ、誰かがクリアできてるのに自分だけクリアできないのがきついっていうね、気持ちはわかるんだけど、ただ、途方もない時間を使ってクリアすることにね、もちろん私は意味はあるとは思うんだけど、ただ素材的な意味とかね、中に入ってる報酬的な意味合いで言うとね、やっぱりそこまでの時間をかけてやるんだったら、まあ報酬クエスト一回回してきた方が、いいんじゃないかなっていうところもあるんでね。だから、なんていうのかな、絶対にクリアしなきゃいけないってそのチャレンジ要素だったら全然 OK なんだけど、まあ、そもそもチャレンジ、絶対やらなきゃいけないのかっていうところをまず、大前提として考える必要があるよという感じで、まあとは言っても私もね毎週上げてるので、当然ながらね、チャレンジリフト、まあ一人でも多くの方がねクリアできたらいいなという思いでね、動画上げてるわけなんですけど、なんだろうな、結構そのしっかりと装備品を見るっていうところは、装備品とあとスキルの構成を、事前に見ておくっていうところが結構大事で、まあ動画の中でもいちいちねこうはしょらずに、その週のチャレンジリフトの装備品がどうだったのかみたいなやつを最初にね一回こうぐるーっとお見せしてるシーンがあると思うんですけど、まああれなんか別に時間稼ぎのためにやってるわけじゃなくて、やっぱりその後に出てくる立ち回りをちゃんと理解するためには、どんな装備品なのかがついてるのかっていうのを、しっかりと見る必要があるし、でパラゴンボード、そして従者がどんなスキルをつけてるかとかね、そういうところも結構重要だったりするんですよ。まあよくね、なんていうのかな、防御力が低めのビルドなんかで使われる方法としてですね、指輪の一つの枠を結束の指輪にして、で従者の側も結束の指輪にするとですね、受けたダメージの半分が、相手側にね、まあ共有されるような感じになっててですね、従者には従者を、まあ死ななくする、無敵にする、レリックっていうのが用意されてるんで、まあそれとの組み合わせでね、まあ実質ダメージを、半減させるっていうような組み方がしてある時とかね、まあそういうのもあるんでね、割とこうチャレンジリフトに出てくる、まああらかじめ組まれたビルドの中にはですね、その実戦でも役立つような、組み合わせっていうのが大量に含まれてるんですよね。私もなんでこんな組み方されてるんだろうなーってちょっと見てて、初見ではちょっとわからな
いいものとかもたまにあるんですよね。ただやっぱり実際にリフトを回していると、あ、このビルドであえてこのレジが選ばれている理由はこういう理由だったのかっていうのが後で分かってきたりとかね、まあ、そういうところもあるんでね、やっぱりやめられないという感じで、割としっかりと考えられて作られている。まあなんかすごい火力が出ちゃって、まあ誰でもなんていうかね、2分ぐらいでクリアできちゃうよみたいな週なんかもあるんだけど、まあそうじゃない、時は割と難易度高かったりとかする時もあるし、うん、そもそも理解してないと回せないとかね、そういうのもあったりとかするんで、うん、なんだろうな、やっぱりね、ハクスラープレイヤーってどの人も、まあ、偏りあるんですよ。自分の得意なクラス、不得意なクラスってあるんで、うん、だから私もなんだかんだでね、まあイモータルとかもこう、好きなのはネクロマンサーだけど、まあ、ちょいちょい他のクラスのね、なんていうか、解説動画も撮りたいので、まあ、基本なんかな、あるクラスに特化してやるというよりは、まあ、全部のクラス、ちゃんとやり込んでいきましょうよと。で、まあ、なんでね、ディアブロ3の場合、全クラスやる必要があるのかっていうとですね、やっぱパーティープレイの中での連携、そしてパーティープレイで、まあ、ランキング上位を狙っていくときなんかは、割とどのクラスも得意っていう状態じゃないとね、まあ、戦いに影響が出ちゃうんですよ。特にバーバリアン、デーモンハンターなんかに関しては、Z 色と呼ばれるさ、まあ、敵の群れをね、まあ、敵の群れの、まあ、形というかさ、エリートを例えば2パック、寄せてきたりとかね、まあ、そういうことをしてくれるデッドバーバリアンさんだったりとか、あとね、まあ、こちらの火力を上げてくれる、Z デモハンの人だったりとかさ、まあ、そういう人と連携するにあたって、まあ、そもそもデモハンバーバリアン使ったことがなくて、デモハンバーバリアンのスキルにどんな効果があって、どういう意味でこのバフがかかってんのかとかって分かんないと、適切な連携が取れないんですよね。で、同じようにサポートする側もですね、基本的には、全クラス使ってないと、火力役がどんな形で火力を出してるのかが分からないので、対応できなくなっちゃうんですよ。どのタイミングで火力が上がって、で、なんていうのかな、クールダウンがどれぐらいあって、とかっていうのは、やっぱり、全クラスやっぱやり込んでいかないと分からないっていうところがあるんで、割とね、そう。なんかな、ガチにやり込みたい人は、まあ、当然ながら全クラス、全セット、全ビルド、やってて当たり前みたいな感じになっちゃってるんで、まあ、なんだろうな、ディアブロ3自体はもう開発自体は終わってるゲームなんで、まあ、なんていうのかな、安心して、まあ、プレイできると思うんすよ。まあ、過去にもちろんそのビルド解説出してるものなんかに関しても、まあ、儀式の祭壇使ったらまたちょっと、火力の、ベースが変わってくるから、捨て振り変わったりとか、まあ、小さな違いはあるんだけどね。だけど、まあ、大まかなところは結構もう完成されたゲームになりますので、まあ、その中で、なんていうのかな、まあ、やり込んでいくというような感じになりますけど、まあ、そもそもなんだろうな、そう。最近ね、こう、まあ、他のハクスラーをやってて特に思うんだけど、あんまり知識のないハクスラーってさ、そもそも誰か他の、パーティープレイした時にさ、他の誰かが組んでるビルドが何のビルドなのかとかさ、なんかもうその技見るだけで、まあ、慣れてくると分かってくるんだけどさ、分からないっていう、状況って結構あったりとかして、まあなんかね、チャレンジリフトも、なんていうのかな。まあ初心者のうちはね、そもそもこの装備品使ったことないなとかさ。まあそういうのも割とあったりとかすると思うんで、一つ一つ、あ、こんな装備品があるんだっていうのはちゃんとこうレジェンダリーの効果とか読みながらね、やってもらうといいかなと思いますね。あとパッシブスキルとあと家内のキューブももちろん見ていただいた方がいいかなと。今回ね、家内のキューブの中にメスターシュミットのリーバーがついてるっていうところに気づけるか気づけないかっていうところも、まあ、クリア、できるかできないかの多分違いになっちゃってるところがあるんでね。はい。あ、フレンド採用しよう来てるんですけど、参加してくれた方ありがとうございます。
そう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 。これね、なんかちゃんとさ、仕組みがしっかりしてて、招待するだけじゃなくて、なんていうのかな。定着しないとさ、もらえない報酬ってあるんですよ。なので、もしよろしければ、妹でやるっていう方は、概要欄のところにね、招待コード貼ってありますので、見ていただけたらなって感じです。そうなんだよね。結構このチャンネルもなんだかんだで、まあ皆さんがね、招待リンク使ってやってくださってるんで、まあ、おかげで私の方はこのレジェモン席かながもらえたりとかしてますので、助かってます、マジで。最近なんだっけ、共造の宝石の方も来てるんで、レジェモン席もね、まあ10個ぐらいはなんか最低限危ないから取っといた方がいいかもしんないね。なんかちょっとそんな感じがしてますね。なんか割と私使っちゃったりとかすること多いんだけど、まあ、それやっちゃってると、ちょっと万一足りなかった時やばいんで。そう。で、ショップもね、ついに新しいコスメティック来たりとか、してますからね。この人狼コスメもね、なんかまあ8クラス入ってるやつは割とね、いいお値段するんで大変かもしれないですけど。なんかでもね、デモ版とか、あと文句は割と良かったですね。まあさっき一応解説動画の方もね、撮らせていただいたんで、まあそちらも多分、上がっているかなとは思いますが、気になる方は、そちらの方もね、買ってみてほしいなと。まあ、チャレンジリフトの攻略に関してなんだけど、まあ基本的にはそういうパズル要素があるね、回なんか割と難易度が高いんで、まあ注意しなきゃいけないところがあるんだけど、やっぱりね、クリアできないときは一回マップを確認してどのあたりにエリートがいるかとか、まあまさに私があの動画出してる理由って、まあエリートの配置だったりとか、まあどういう経路通りで行けばね、クリアできるのか。っていうのをちゃんとね、まあお見せしたいというところもあるんでね。なので、まあそこら辺を重点的にちょっとまず見ていただいて。っていう感じですかね。まあ特に、やっぱり、最初の頃のチャレンジリフトって、まあ最近のチャレンジリフトって、まあ適当にやっても、誰でもクリアできるみたいな難易度に比較的落ち着いてきてはいるんだけど、昔、もう本当に実装された時のね、チャレンジリフトって割と難易度高くてですね、もちろん私の技量も今ほどね、高くなかったっていうこともあるんでしょうけど、まあ割とクリアできない人の方が大多数みたいな、時代が長く続いてて、まあその理由の一つっていうのが、まあそのまさにパズル要素っていうのかな、マップ内のギミックとか、特性、まああと盗門の配置ですね。ディアブロ3っていうゲームは結構盗門がどの位置にあって、どのタイミングでそれを発動させるかっていうのが、割とこう戦闘の結果に影響を及ぼしてる要素がでかいゲームなんで、まあ、ディアブロ4はね、あえて、おそらくその、ディアブロ3の盗門依存度、まあ、火力、まあ、あるアクティビティの、製品にさ、盗門がすごく関わっちゃうのはおかしいっていう、やっぱ批判がすごく多かったんで、まあ、そこをマイルドにした形でね、ディアブロ4の、盗門っていうのは、実装されてるっていうことを、開発者ライブでもね、話されてた。なので、ディアブロ3の盗門って強すぎるんですよね。だからこそ、その配置をちゃんとね、事前チェックで、調べてみるってことも必要になってくるし。なのでね、一回ね、マップやっぱ試走してみた方がいいですね、慣れてない人は。まあ、もちろん、なんていうか、試しに やる段階でクリアできちゃえば、まあ、それでね、報酬もらえちゃいますので、いいと思いますし。まあ、なんていうか、チャレンジリフトって基本的には、敵の配置も、そして、盗門の、位置もね、
固定化されたマップになりますので、何度も何度もクリアでき、なんていうのかな、挑戦すれば、まあ、タイムの方もどん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 縮まっていくというような感じになってますので、なので、まあ、タイムアタックは、まあ、趣味だったら全然やってもいいとは思うんだけど、まあ、素材取るだけ、まあ、クリアするのが目的ですよっていう人だったら、まあ、とりあえず、まあ、一回やってみて、そのスキルの構成でね。一回走ってみると、やっぱり大体、その、どんな感じの、まあ、スキルになってるのかとかね。あと、まあ、一回、二回、三回でどんな感じで敵が配置されてるのかっていうのがわかる時が多いんで、割とね、こう、今回もそうなんですけど、3マップ目だったかなに森が出てきてると。森が出てきて、まあ、エリートが密集してるエリアがあったりとかするんで、なので、ね、あんまり序盤で、なんていうのかな、時間をかけすぎちゃうと、その森マップまで到達、する時間がすごく長くなっちゃうんでね。なので、まあ、最初に、まあ、何マップ目か、まで、ちょっと、様子見して、どのタイミングで、100% のゲージになるのかな、なんてことをチェックしとくと、割とね、難しいリフトでもクリアできたりとかすることがあるので、うん、まあ、そんな感じですかね。あと、そうだな、なんか死にやすいとかっていう方もよくいらっしゃるんですけど、死にやすい理由はですね、大体がセットアイテムについている防御の効果をちゃんと理解してない時が割と多かったりとかしますので、なのでね、どういう形でダメージが減るのかっていうのをちゃんと見ておくっていうのが割と大事かなと思いますね。まあ、今回悪液セットだったら、悪液やコープスランスが当たった時に何ていうのかな、自分の防御力が上がるような仕組みになってるので、まあそういうのをちゃんとやっていくっていうのも大事だし、あとまあ攻撃はやっぱりアクション RPG である以上、まあちゃんとね、目で見て、避けていくっていうこともかなり大事になってくるんで、なので避け方とか、あと遠距離の敵がどこに密集しているのかとかね、そういうのもマップの下見の時によく見ておいてね、やってあげる。あとポーションもちゃんと使うっていうところね、それも大事なので、やってもらえればいいかなと思いますね。で、あとそうだな、これも聞かれたんですけど、盗門の中にね、なんていうのかな、守護の盗門っていうか、なんていうのかな、シールドのマークがついてる盗門あるんですけど、あれはね、取ってる間無敵になれるっていう盗門になりますので、なので、まあ、例えばなんですけど、ゲージが、まあ、90% を超えてるような感じで、まあ、ガーディアンがもうすぐ出るよと。だけど、結構、なんていうのかな、自分の防御力が低めなビルドだっていう時なんかは、あえてその、なんていうのかな、守りの盗門っていうのかな、守護の盗門を残した状態で、あれなんか、名前忘れちゃってるけど、そうやってあげるといいかなと思いますね。そうなんかな、いろんなリフトやってるとさ、どれがどの役になってたか忘れちゃうんだけど、まさに今守護の盗門取ってる状態ですけど、そうなので、まあ強いボスがいる時なんかは、守護の盗門はあえて事前に使わないで取っておいて、最後に使うことによってね、ボス戦安全に倒せるっていうことも多いと思いますので、盗門の効果時間中に大体ね、ボス倒せることが多いと思いますので、うん、割とね、チャレンジリフトはまあなんていうか、グレーターリフトに似て非なるものなんだけど、割とその中で身につくテクニックっていうのは、後々ね、ご自身がチャレンジリフトをクリアするときに、役立つ部分だったりとかもしますのでね。なので、まあ、そこら辺を見ていただくといいかなという感じがしますね。でね、まあ、やっぱり、なんか、そう、チャレンジリフトそんなに毎週、なんか、まあ、きつい回も含めてさ、全部クリアできるのすごいですね、みたいなことも言われるんだけど、結局、長年やってる人たちの多くは、まあ、どのビルドで経験してるかもわからないけど、みんななんかもっと厳しい、なんか、もうこれ無理ゲーじゃん、みたいなやつをさ、何十時間も同じステージやったりとか、そういうのを割とやってきてるんだよね。だからまあそれに比べたら全然今週のチャレンジリフトとかそんなに難しくないんですよ。
ちゃんと仕組みを理解してて、ある程度マップ下見。さすがに私もね、初見で、これ結構難しいじゃんっていう感じでね、これ下見しとこうって感じで、初見クリアって感じではないので、っていうか、初見でクリアし、できて当たり前みたいなね、リフトっていうのは本当に、ここ数年追加されてきたって感じなんだけど、昔は、何回かもちろん下見してやるのは当たり前って感じだったから、いいんだけど。やっぱりね、チャレンジリフト一番嬉しいのはね、毎週更新してくれてることですよ。なので、ね、ディアブロ4のさ、特に私も、後半になってくるとどうしても、プレイそのものというよりはさ、試練場が一つの、一週間のアクティビティみたいな感じでさ、毎週試練場だけはやるみたいなことをやってることが多いんだけど、試練場割とね、早めに終わっちゃったりとかしてさ、毎週じゃない時があったりとかするんで、せっかくだったら、マップ使い回しでもいいので、最後の週までやってくれるとな、一つのモチベにはなると思うし。大したアイテムがもらえるわけじゃないんだけど、たまにやっぱり大いなる特性ついた割といい装備品が出たりとかするんで、ハクスラってやっぱり、どんなね、とんでもないタイミングで神アイテムが引けるかわからないゲームだからさ。そういう意味で言うとね、週一の楽しみとして、チャレンジリフト、そして、試練場はね、やっていきたいかなって感じがしますね。試練場はまだチャレンジリフトとちょっと違う部分として、チャレンジリフトっていうのは、誰でも同じね、ビルドが与えられて、プレイするっていう感じになるので、ちょっとパズル的な要素があるんだけど、試練場に関しては自分が育てた装備がどこまで通用するかを他のプレイヤーと競うっていう感じになってるから、そもそもコンセプトそのものが違うっていうところはあるんだけど、週替わりのダンジョンの中で、やっていけるっていうね、コンテンツとしてはなかなか楽しいと思いますのでね。ぜひ、そこら辺もね、気楽にやってみてほしいな、という感じですね。で、あとそうだな、チャレンジリフト関連で割とね、よくいただく質問としてですね、チャレンジリフトの報酬もらえませんみたいな方いらっしゃるんですけど、まずね、大事な部分としては、そもそもネファリムオビリスク出てますかってところが結構大事で、ディアブロ4、3って、モード選択の画面でさ、チャレンジリフトを選ぶところの並びに、ストーリーモード、そしてアドベンチャーモード、チャレンジリフトみたいな感じで並んでると思うんですけど、ストーリーモードで開いちゃうとね、オベリスク出てない可能性があるんで、ストーリーモードは基本的になんていうのかな、ストーリーを楽しむモードなんで、多分なんだけど、ストーリーモードで開いちゃってるから、報酬の箱をね、の台座がそもそも出てきてないんじゃないかなーっていう気がします。それで解決できた方もいるので、それでやってみてほしいなと思います。で、あとそうね、クリアできてるかどうかっていうのもちゃんとね、見てくださいね。単純に最後に 100% にしてボスを倒せばクリアって思ってる方いらっしゃるんですか？時間間に合ってないとダメなんで、赤い印でね、クリア、時間がね、赤く出てる場合はクリアできてないんで、時間内にやるっていうところですね。あとはわからないですね。もう、それはね、ブリザードにね、言った方がいいですね。CS キー版ってどこを問い合わせたらいいのかっていうとさ、割と大変で、フォーラムに英文で書いたりとかする必要もあるんだけど、基本的に、ちゃんと本当にやばいバグだったら対応してくれるんで。結構おすすめな、日本語で問い合わせられるね、結構おすすめな、場所としてですね。X の、ブリザード CS アカウントだったかな、っていうのがあるんですけど、それ、ブリザードカスタマーセンター、だから、
ブリザード CS ですね。ブリザード CSJP っていうアカウントがあるんで、そのアカウントにね、リプライ送ってみると対応してくれる可能性があるんでね、見てみてほしいなと思います。まあ当然ながらなんか英語サイトの、なんていうかフォーラムの方に投げてくれっていう風に指示されることもあるとは思うんですけど、割とね、しっかりと、まあ意思疎通できると思うし、まあ英語できる人だったらまあ普通に、フォーラム問い合わせとかしていただくのがいいかなっていう感じですかね。基本的にチャレンジリフトって割ともう作り込まれてるシステムだし、サーバー側でね、もちろんそのデータがさ、うまく反映されなかったりとか、まあそういうことはあるとは思うんだけど、そうでない限りはね、基本的には、なんていうのかな、なんかな、バグがあるっていう感じはしない。まあそもそもどのハードかもわかんないしね。なので、まあなんか不具合がある場合は、まあ公式の方に、問い合わせた方がいいですけど、まあ、まずそもそもストーリーモードと間違えちゃってないかってとこ確認するぐらいしか私からはアドバイスできることはないかな。結局不具合関連でね、なんていうか、知ってる人が答えるというよりは、まあ、なんていうのかな。もうソフトの話になっちゃうんで、公式しかできないんですよ。ってか、公式しか答えちゃいけないことにもなるしね。バグ関連に関してはさ。バグに対して私が答えてもさ、それは回避策みたいな、こういうバグはありますけど、こういう風にした方がいいですよ、みたいなことは答えられる部分はある時もあるんだけど、受け取れない感じ、ことに関しては、まあ、過去の解決例から考えると、まあ、そもそも、なんていうのかな、ダメな場合とか、まあ、あとは、まあ、言っちゃ失礼なんだけど、アカウントで何か不正行為をして、まあ、そもそもバトルネットからバンされてしまってるとかね。何かしらのペナルティを受けちゃってるっていう時も。まあ、これチャレンジリフトの話じゃないか。チャレンジリフトじゃないけど、何かコンテンツができないって話で、まあ、よくよくその実際の画面見せてもらったら、これ、なんかバンされてんなーみたいなやつとかもあったりもするんで。なんかなー、まあ、バグだったら、しっかりと、フィードバックしてあげることが、他のね、困ってるプレイヤーのためにもなりますので、ぜひ、フィードバックしてみてほしいなっていう感じですね。まあ、もう、ディアブロ3開発終わってるんでね、基本的に何か、未知のバグが生じる可能性って割と少ないんでね、まあ、チャレンジリフトだって、まあ、実際、できてる結果を私出してるんで、なので、なんていうか、このパターンではうまくいくけど、このパターンではうまくいかないっていうところの切り分けとかも割とちゃんとしないと、厳しいかな。まあなんかスイッチ版だとうまくいかないとかそういう話も聞くけど、別にスイッチ版でやってるフレンドさんから聞いたところそんなことないですよって話も聞くんで、なんとも言えない。だって持ってないハードだから言えないですよ、それ。なので、はい。まあ、チャレンジリフトね、すごく楽しい要素ではありますけど。まあ、クリアできないときは、まあ、何かしらね、抜け落ち、立ち回り上であったりとか、あと、マップのね、要素上、抜け落ちてしまってる要素っていうのがあることがほとんどですので、まあ、そこら辺意識してやっていただけたらなと思ってます。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。